富士通次世代テクニカルコンピューティング開発本部の大井沼です。この度は、KCG グループ創立50周年おめでとうございます。ここに盛大なあま記念式典が挙行されたことを心からお祝い申し上げます。京都コンピュータ学院は、初代学院長長,長谷川茂雄先生と、現学院長長谷川靖子先生の次世代を見据えた全人教育の理想の元。 日本最小のコンピュータ教育機関として創立されたと伺っておりますそれ以来順,中順調に発展の道をたどられ50周年という大きな節目を迎えられたことに感慨を覚えますまた2004年に日本最初の ICT 専門職大学院として海外開学されました京都情報大学院大学は 現在店員も総理当初の2倍に成長していると伺いました目覚ましい発展ぶりに目を見張る思いですさて進化を続けている ICT の技術は新たなサービスと製品を生み出し人々の豊かな暮らしを支えていますそしてその技術を支える ICT 技術者の役割はますます重要になっております 両校の優秀な講師陣と充実したカリキュラムにより今後も時代を似合う人材を社会に送り出して一層その存在を大きなものにされていくことを願っています50周年本当におめでとうございます京都コンピューター学院と京都情報大学院大学のますますのご発展を記念申し上げましてお祝い,いの言葉とさせていただきます